ではここからは皆さんからいただいたメールをご紹介しましょう。はい、はいはい、ではペンネームエルシーさん、トゲトゲの皆さん、こんばんトゲ。こんばんトゲ。アニメの第6話はぐれ者参加見ました。ついにルパ友がメインで出演会で終始テンション上がり気味で見ていました。喫茶店でルパ友がニナスバをバンドに誘うシーンのニナスなんか全部名前がねカタカナで書いてあってね、ニナスバをバンドに誘うシーンの、はい、ニナスバの表情と、うんうんうん、トモちゃんのストローで飲み物を飲む姿が可愛すぎて癒されました。みんな様々な思いを持っている中で、今後のこのバンドがどのような素晴らしい音楽を作り上げていくのか楽しみです。はい、はい、ということでね、 あくまでスカウトっていう言葉を使って自分たちが上っていう感じを出してるのも可愛いんだよ ね、 そう、素直じゃないんだから。もうでニナもスバルもね、スカウト誰か誰を引き抜きだからみたいな。だからあのシーン良かったですね。なんかみんなの性格がさ出てるシーンだよ ね、 ね、ルパさんもさちょっと見守ってる感じ、うん、ニコニコで保護者って感じだったね。こちらはこちらは海老塚ともちゃん、うん、ママって紹介してママルパ、うん、ママルパそうだね、今後のバンドの音楽がどのように作り上げられていくのか楽しみにしていてください。はい、では次シュリちゃんお願い。